郊外の体を張った行動により孫昌公は無事劉備に嫁いだ。間もなく孫吾を支えていた周瑜が息を引き取る。郊外は悲しみを押し殺し若者たちに稽古をつけていた。孫吾を強く大きくするため時代を担う将の壁になる。それが郊外流の育成法。そして周瑜や散っていった同僚たちへの鼻向けでもあった。うん、では胸をお借りします。はぁー、鎧でかー、リクソン、じゃあ俺が、鎧でかー。ふん、まだまだひよっこやの。それがしもお願いしましょう。鎧でか、自分が意地を通そう。たなんだ、これで終わりか。こうなったら家計で燃やすくらいでどうにかなるでしょうか。皆まとめてかかってくるといい。どんな戦場でも生き残る気合と根性、とことん刻み込んでやるわ。やらいでか。